北朝鮮さん、日本に負けて審判団に鬼の形相で迫る。試合終了直後、北朝鮮代表は審判団に鬼の形相で迫っていた。運営スタッフがガードに入っていた。国際大会にふさわしくない態度。北朝鮮の選手荒すぎる。なんでこんなに乱暴？格闘技じゃなくてサッカーしろよ。教育レベルの差が出てますね。日本代表の勝利、嬉しいです。スポーツマンシップのかけらもねえな。出場停止に一票。ラフな試合で、選手がかわいそうでした。以前北朝鮮で試合があった時、日本選手がこれ以上のアウェイはないと言っていたのが印象的でした。日本の選手が宿泊しているホテルのそばで騒ぎを起こして、睡眠を妨害したりするそうです。永久に出場停止でいいよ。帰国したら炭鉱送り。明日あたり、将軍様がまたミサイルを飛ばしそうだな。こんな国と試合なんてできない。チーム全員レッドカードだ。北朝鮮のラフプレイは日本選手を怪我させるんじゃないかとヒヤヒヤした。教養のない人間はいかにも動物だし、俺の恩師が言ってたことだけど、教養があれば世界は救えるってかなりマジな話かもしれん。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。